BMW6BMW6 は1920年代にドイツの BMW で開発された液冷式 V 型12気筒の航空用エンジンである。大戦艦機のドイツの主要航空エンジンの一つであった。BMW6 は BMW4 の気筒数を倍にした発展型である。最初の V 型12気筒エンジンは60度のバンク角で作られた。 1926年に生産を開始し、すでに1000機の BMW6 が供給された後で、1930年からドイツが再び軍用機の生産を許されると、追加需要により生産量は急速に上昇した。1933年には BMW6 は、BMW 発の燃料直接噴射方式の実験に用いられた。BMW6 は、 多くの出力と長距離飛行の記録を樹立した。その中には1930年に行われた、ボルフガング・フォングロナウの2機の BMW6 を搭載したドルニエ・ドゥ・ J 飛行艇による世界初の東から西への大西洋横断飛行も含まれる。BMW6 は、シーネンツェッペリン高速鉄道試験車両にも使用され、 時速2 3 0 2トルの記録を樹立した。多くの派生型が開発され、日本とソビエトでもライセンス生産された。日本では日本陸軍が採用し、川崎がライセンス生産し、別式450馬力発動機という陸軍正式名称で呼ばれる。ソビエトではミクーリン M-17 マイナスとしてライセンス生産し、 1930年から1941年にかけて2万7000機以上が生産された。ソ連軍の航空機や戦車に搭載され、独組戦において皮肉にもドイツ軍を苦しめた。ガンストン、ビル、ワールドエンサイクロペディア・オブ・エアロ・エンジンズ、ウェリング・ボロー、パトリック・ステファンズ、ピアニッシモ、25、ありがとうございます。